11月8日8日今日も深海、今週最後の深海ですか。はい、ビントのアズさん、はい、と、レフトプランニング、そうですね、アメリカですね。まずはビントのアズさんからですね。さあ、今日はいいワインが出ると情報いて入っておりますので楽しみでございます。いってきます。ニュージーランド、はい、マルボロ、はい、グレイワッキー、なんか石の名前から来てるんですかね。っぽいね、丸い感じの、はい、水切りできそうなね。ソービワイルドソービニョンブラン2016年、5540円。すっかり何やるか忘れてました。とってもいい香りなんで、もうすぐ香りの方に行っちゃうものね。美味しいからしょうがないですね。そうですね。あ、素晴らしいですね。ハーブの感じと綺麗な方、柑橘系ですね。ライムとかレモン、香り嗅いだ瞬間にやっぱりソーヴィニョンブランで、まあ多分ニュージーランドだろうなっていうのが分かるんだけど、うん、このエレガンスと言いますか、本当にもう美しいですよね、清涼感というものが。ってなった時になんか一瞬なんかロワールも頭がよろぎるんだけど、でもやっぱりこの果実の豊かさ考えるとやっぱりニュージーランドですね。いや、甘いですね。アフターも長いです。あ、また酸がこうキュッと引き締まってて、はい、いや、素晴らしい骨格などいいワインです。ぜひ10年ぐらいなんかバックヴィンテージことごとく売り切れてるんで、 ねさっき2010年飲んだけど美味しかった、ね、素晴らしかったです。落ち着いた感じがしてね。ってなったらこれも十分、うん、なんかさっき10年が普通の年とか言ってたんで、これがあったかい年だったら10年ぐらいは持ちそうなんで、ちょっと購入してで取っておくのもありなんじゃないですか。ありですね。はい。ソムリンポイント 5.5 点。5.5。はい。5540円の 5.5 点なかなかないですね。素晴らしいものです。これはおすすめです。ニュージーランドの一級星買うなと。みんな買わないでください。全部2種類出してる。フランス、アルザス、シャルル・フレイ、ピノ・ブラン2015、これが2500円。2500円でこの味だったらすごいいいよ。そうですね、すげえうまいもんこれ。本当に花の蜜みたいな、すごい香りしますね。甘やかな。で、このさ、酸味の中にまた苦味と言いますか、これがね、ピリピリッとこう舌先をきれいに、ね、うまい刺激してくれる、うまいね、唾液出てきますね。はい、これ2500円、こんなないっす、ね、これ2500円やばいよね。うまいっすね、うまいっすね。あ、素晴らしいです。ソムリンポイント 3.5、 ちょっと上 3.7 点ぐらいかね。うまいっす、これは本当に美味しいですね。いいワインです、はい、皆さん買わないでください。また。すごい。ビントナーズさん、終了でございます。はい、何種類だった？80ぐらいですね。80ぐらいかな。88。いやー。そしてね、こういいワインが多かった。素晴らしかったですね。でもうちょっとね、暗くなっちゃったもの。生産者がグレイワッキーの生産者。グレイワッキーをここまでね、テイスティングさせてもらうことはない。うまいですね。素晴らしい。本当にすごいワインでございました。あとペルドリね、ちょっと今回はあの紹介しませんでしたけど、ペルドリがすごいの、あれすごいの、なんだってもう香り出た瞬間に美味しかったですよ。じゃあ次はデプトプランニング、はい、アメリカワインです。行きます。お店の、はい、うん、引っ越しの対応、うん、アメリカのボラビースパークリングワイン、うん、グランキベのんびってし、お値段3500円、ちょうどいいね、これか、うん、あ、いい香りですね、ちょっと、うん、アプリコットみたいな、うん、あ、
アメリカのスパークね、3500円っていうのは嬉しいですね、うん、あ、いいですね。ちょっと果実、スミドライにしたような果実の甘みとちゃんと酸もあって、うん、本当になんか半熟ドライフルーツ系っていう感じの味わいですね、はい、うん、うまい、うまい。ちょっと桃っぽいにはされますね、うん、桃の角みたいな感じ、あんずっぽい感じ、はい、サビンポイント 3.5、はい、ちょっとプラス 3.7 ぐらいだね、はい、ちょっと最近刻んでくるかもね刻んでますね、うん、ちょっと揚げたくなるもんね、はい、うまいワインです、はい、お疲れ様でございます。デプトさん良かったですね。やっぱいいワインが多い。アメリカですか。そう、もうデプトさんもまあやっぱりいいものが多くて、すごく味わいもしっかりしてて、状態もいいものが多いし、やっぱりこう欲しいワインっていうのがやっぱり見つかってしまうのがデプトさんですね。今日もやっぱり見つかりましたね。あれ誰とあれが欲しいと思いながらも、でもちょっとソムリのこれ言えないやつもありますもんね。はい、ちょっとなかなか、まあ今後いろいろと折を見てご紹介させていただきます。では次回、明日、来週か、来週ですね。来週月曜日かな。また来週も結構忙しそうなんで。なんか結構ありますよね。ありますね。落ち着かないね今年は。ちょっとなかなか大変だと思いますけども、じゃあまた次回お会いしましょう。はい。はい、どうも。